今日も一日お疲れさん、どうもお疲れです。ソドルです。ゾンです。安井です。正解です。今日の企画は人生の二択50連発。はい、この50連発シリーズですね、はい、今まで恋愛関連のことでめちゃくちゃやってまいりましたが、今回ですね、もう恋愛一旦外して、はい、人生の中でね、はい、あ、まあ A と B やったらどっち選ぼうかなみたいな瞬間ってやっぱいっぱいあるじゃないですか。あれをたくさん選んだ末に今がありますからね。そうです、はいはい、人生なんて選択の連続ですから、はい、あ、言うと思った。言うと思ったよ。言うと思った。言うとしました。はい、今回はね、こういうシチュエーションやったらどっち選ぶんですかみたいな質問をいっぱい選んでるんで、はい、皆さんも一緒にちょっとね、私だったらどっち選ぶかなみたいな感じで楽しみながら見ていただけたらなと思っております。はい、はい、それではやっていきましょう。チャンネル登録よろしく。就活がもう始まってるのに留学に行けるチャンスが来ました。どっちを選ぶか悩みます。留学。留学。就活。留学。留学好き。おお、そうなるよね。留学4年やん。俺が2年遅れて就活してるから、別にいつでも行けるやんって。俺もめっちゃ思ったそれ。俺も全然できると思う、うん、俺も 1年2としてから就職してるから、うん、はい、僕留学選んで結局海外行っちゃってきたんですけど。あ、そっか。選んだ人1回留学1年間挟んで帰ってきて就活しようかなと思ったけど、いや、もうやっぱ海外やなと思って2年間抑え行くっていう。なるほど、後悔してないんで留学でいいかなと思います。ハイリスクハイリターンの投資する、オア、ローリスクローリターンの投資する。ハイリスクハイリターン。ハイリスクハイリターン。ローリスクローリターン。ローリスクローリターン。ハイリスクハイリターンの投資する。好き好き。これはガチ株式投資の夢でした。自己投資も含めてかなと思って。ああ、含めか。難しいところで、事業投資とは結構金をかける。ああ、そういう話ね。完全に株式の話で考えてしまいました。株式やったらさ、結構そのドーンって金持ってたらそのいいよな、ローリスクローリターン、うん、でも例えば100万200万とかのバジェットを入れたところで、うん、じゃあ3万増えますとか、はい、5年経って10万増えますよ、うん、いらんから、うん、せやねせやね、うん、それが60年スパンで3000万円になりますよとかやったら話変わってくるから、うん、なんかあれないけど、ここでないうちにそれやってもしゃあないやろっていう話ではあるよ、うん、別に100万が50万になりますで 50% 減やったら150万になるのあるよっていう方が、うん、少ないからっていうのがいいよなって思っちゃうっていう、うん、これで悩む時点でローリスクローリターンの方が意見するしたけど、リスク悩むやつは悩まずにドーンっていって、そいつらも戦わないかんからっていうちょっとメタも入っちゃいました。あと俺は知識がないから分からへんから、ローリスク。サウナおはお酒。お酒。サウナ。お酒。サウナ。サウナ好き。サウナ飲まないの差で見てましたけど、まあそういうことよな、ね、暴言吐いたり舌打ちしたりしちゃう先輩、耐える？やめる？かっこ新卒です。やめない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 。やめる。好き。おー、終わりましたね。いや、まあね、やめるのが時期によるよな、マジで。新卒でしょ。それでやめはしないな。わかんないですけどね、その本当はすっごい暴言言われてるかもしれない。そうね、言葉尻だけ聞くと、やめるほどではない、そんなもんだっていう社会勉強に1年はなる。こういう人いるよなっていう勉強には絶対なるから。会社の規模によるけど、俺初手は移動がいいと思うんだよね。わかるわかるわかる。新卒なら、なので、別にその人の下にはいなくていいけど、できるならやめなくてもいいかなとしたら。っていうでかい会社行ったら、マジでもうじゃあやめますって言ったら、マジで移動できる。そうやね、基本的に採用コストかかってるし、そうそう、辞めさせるのも大変やから、上司の評価も響くからみたいな、いろいろあって、マジで移動できるんで、できるできるできる。ほんまに嫌やったら、もうそっち切りかな。俺もそっち。会社員やっとんないからさ、できないとこできないんすよ、全然。普通に、だからもう、あ、じゃあお疲れしたって言ったら、やられるところもあるから、人事相談です、僕は。相談大事やな。相談大事だ。知り合いの狭い道は大人に頼ったらいいし。友達の彼氏の浮気現場を目撃してしまったとき、それを友達に伝える？伝えない？伝えない。伝える。伝えない。伝えない。伝えない。好き。おお。あ、そう。その心は、例えば宗太郎の彼女が浮気してたら言いそうだけどな。いや、でもそうやった。え、なんか昔ね、そのめっちゃ親友のやつにそういうのがあって、じゃあそいつが大事やからと言ったんですけど、ええことないなって思ったんですよ。人様の恋愛に不確かなものとかわざわざ波紋を投げ入れたとて、あんま好転しなかったんです、その時はね。いや、これね、俺も絶対そうやと思う。第三者関わるべきじゃないと思って、恋愛ってマジで二人の問題だと思うから、結構介入してで、あとってマジでいいことなんないことが多いし、あとで言われることが多いというか、あんなら入んない方がいいと思うけどなっていう。なるほどね。切ない哀愁立てる。思い出してたもんな、当時。その正義はでも2人しか分からないストーリーがあるから、俺はそれ見てないから、もしかしたらその子にとってはそれが正義だったかもしれないし。ずっと、これめちゃめちゃむずいな。ちなみにこれ言われた方が嬉しい人いんの？自分が彼女が浮気してました、友達が言ってよって思う人いんの？俺は言ってほしいかも。俺言われな、言わないでほしい。俺ハコちゃんレベルの友達だって言ってほしいかも。あー、近かったな。言って、どっちでもいい、どっちでもいいけど、ここに言われるんやったら
まあ仲いい、うん、でも基本はあんま言わないでほしい、それで言うと、うん、まあなんか別にどっかで分かるし、どうせ、うん、いや、そうそうっすね、友達の関係性にもよるしな、言ってほしいか言ってほしくないか、うん、俺も言われへんやつもおるし、あ、まあそうやな、うん、いや、まあこれむずい、これマジでむずいよ、でも基本では悩むってことは言わん方がいいことが多いってことやな、僕は言わない方がいい、まあそれ監督と一緒なんですけど、きったりの問題やから、うん、あんまりこう聞かれたりとか相談したりしたら、俺はあの、まあ、聞いた話やけどこうらしいでって言うかもしれないです、ね、聞かれたら言うぐらいのスタンスよな、相談とかされたら、うん、まあ確かじゃないからちょっと本人と話して解決してほしいんやけどこうらしいでって言って、うんうん、確かじゃないんよな、すいません、浮気現場って重くクソラボ入ってたじゃん、それで、うん、今彼女とめっちゃラブラブやねみたいな話を次へ友達会った時にされたら、うん、で、その時に、いや、ほんまにその時連絡取れてないの確かにって言ったら、あ、ほんまやったんやってなるかもしれない、うん、間違えたら申し訳ないけど、うん、ラブ入ってたとこみたいやけど、恋愛絡みやから、僕らは話弾むかもしれないですね、そうやな、そうやな、山あり谷あり、おは山梨谷なし、山あり谷あり、山あり谷あり、山梨谷なし、山あり谷あり、山あり谷あり、スキー、これ山梨谷なし、多分過疎化した盆地やから山梨谷なし、確かに黒いじゃん、玉梨って言っちゃったかと思って、危ない危ないの、玉梨って聞こえたな、一斉玉梨やし、俺だけか、誰が玉梨やねん、おお、そんなもんねよ、いいな、ゴンゴンのせるわ、遅いし、ゴンゴンってないやん、ゴンゴンってないやん、ゴンゴンモリやん、これ性格やん、性格やな、俺安行こっち選ぶかと思った、心がさ安定することを究極求めてるやん、いやまあでもその、うん、もう諦め、そうやっけ、理想と現実やから、なるほどね、理想はそうやね、なるほど、けどもう無理やから、そういう行きなんかみんな相性すごい、相性すごい、諦めてるからとかこういう人生なんだ、俺の理想はそうやったら別にどっちもいいんちゃう、大手で給料はいいけど誰かの駒扱い、おは給料良くないけどやりがいのある挑戦的な会社、大手、やりがいある、大手、やりがい、やりがい、好き、あ、新卒の話でしょ、新卒やったらって話、大手行ったらいい、新卒は僕はもうそう思って大手行きましたから、あ、よかったんです、大手からベンチャーは行きやすいんです、うん、ベンチャーから大手は行きづらい、そうそうそう、そういうことか、で、新卒の時に大手の方が扱いすっごい変わるんです、だから見れる景色が全然違うんですよ、うん、大手とベンチャーは、なるほどね、ベンチャーに新卒で入って見る景色は多分中途で入るって見える景色とそんな変わんない、考えるとまあ新卒の武器が別に生きないよね、そうそうそう、ベンチャーに入るのはだからよっぽどやりたいことが明確で、うん、そうね、もう人生これにかけますっていうのにフィットするベンチャーがあるならもう絶対そこです、俺もそうだと思う、ざっくりぐらいの流動でどっちかって考えたらこっちの方がいいなと思って僕は、なるほどね、さっきと似てるけどさ、悩んでる時点で大手だと思ってね、あと最悪大手入っておいた方が巨大な会社作るとき生きるぞと思って、俺とかさ、スタートがさ、もう一人でやっちゃってるから、はいはい、そうですよね、組織の作り方が全く分かんないから、うん、なんかそういう意味ではでかいとこ入ってくるのは結構面白かったやろなって思うから、うん、スピード感とかを求めてるからですよ、22、8歳として25歳でもう会社作ってある程度まで行きたいのであれば、うん、多分もうさっさと全部分かった方がいいんで、不倫関係の彼が離婚するのを待つか、長野に移住して給食のおばちゃんに転職するか、給食のおばちゃん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 、おー、おい、満足しちゃう、なんでこの2択なんか用がない、ガチでこれの2択してんだろうね、わざわざ田舎に帰る必要性があるのかっていうね、心がわからないから、わざわざ東京に行くか、辞めるかでいいっすもんね、そう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 、なんでそっちの2択なんか用がないか、やりたいことないと思った、俺もそう給食のおばちゃんって入れたけど、やりたいんだったらそっちが正解だし、どっちかしたいか見えないから、忘れ去りたいんじゃないですか、その場所から、まあね、あそんなもん、なるほどな、そういうことか、家にするからもう街ごとを忘れたいみたいな、彼の残り画を消したいんだ、そう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 、で給食のおばちゃんしてちみこい子供たちを見て、うん、なんか人生に希望とか優しさとか、うん、なるほどな、でも不倫は、不倫はやめた、いやでも絶対そう、うん、いやって思ったし、これでも長野に行った方がこの不倫相手ちゃんと清く切って長野来てくれる可能性高くない、結婚率ね、逆にね、あ、それもあんねや、なるほどね、でも絶対長野なんや、別れたから言ってっつって給食のおばちゃんしてる方がいいかもしれない、確かに確かにね、これや答え、正解がありました、大学での単位か青春か、青春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 
セッション好き。ちょっとイケボちょっとやったんすか。ちょっとごめん悩んだね正直な。全然青春でなかったっすけどね。あ、2人はまさしくそうやもんな。青春を歩ん中で今こうやって2人でな。まあ別に青春しながら単位取れましたけどね。まあまあまあ取るのはできる。確かに朝受けられへんかっただけ。そうなんだ。青春にもう一筋で落としたわけじゃない。あ、違うんや。俺も面接でなんで留年したんって言われたけど、なんか演劇に没頭してましたって言わせたもんな。別にそれいけたんや。別に誰かのだけやけど、最もガチでしてたけど別に頑張れた。授業出て10分出たしと思ってトイレの前で寝てたら思われたとか。そんなんかさ、俺これ思うんやけどさ、青春って俺ら今でも別にしてるやん。まあまあね。だから今しかできないよっていうのはちゃうなとは思っていて、ぶっちゃけいつでもできずっとできるとは思ってて。むずいっすよね。でもその年の青春の過ごし方はその年しかできないじゃないですか。21歳は1回しか来ないから。そうそうそう、その時の遊び方しかできひんところもあるから。大学の時の友達って俺何もしてないからなのかもしれんな。してるやん2人は。そうっすね。だからなのにブレスケア入れたりとか。いや、めっちゃそれ一番目に出てくるのそれかよ。俺ほんまに楽しかった。いや、そんなにできるもん。聞きすぎてる。ここにやってやっとしたらブレスケアの会社怒られる。間違いない。何アナルケアしてるね。どこのブレス出てんの。どこのブレス。おならのことかな。これ口とアナルの二択じゃないんすか。違うな。どっちだ。どっちだ。やめとけ。怒られる。ちょっと下品や、ごめん。怒られる。下品もやめて。教師なるか一般企業で働くか。一般企業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 。好き。自分の好きな分野の大学に進むか、学歴欲しさでニットコマサに進むか。好きな分野の大学。好きな分野の大学。好きな分野。好きな分野。好きな分野。好き。これはマジで明確じゃない。好きな、絶対好きな分野。東大やった話変わります。ああ、そうなんだ。そのとコマサは多分学歴にならないですよ。そんな聞かないよ。そんな聞かないよ。多分東大レベルやんな。別に俺らも聞かんかった。俺らも聞かんかったもんな。学んだことも一切使わんしな。ギリ面接の仕切りがあるかどうかとかじゃない。でも総計とかはマジ別なんですよ。ああ、そうだね。ほんまに会社に派閥はあるし、そうそうそう、そういう人もめっちゃいるから。そこはほんまに学歴でかいと思う。分からん。俺の感性やけど、やっぱその尖った人になった方が絶対強い。あ、今の時代そうですよね。マルチいろんなことできるやつよりも、この人はこういうことを頼んだら絶対すごいのが上がってくるぞの人になったら絶対強いと思うから、好きな分野に進んだ方が後々絶対生きるんよね。俺神戸大学行ってよかったなと思う理由が、友達と出会ったことのみなんよ。あせやその場所で、そうだろうとか、まあ他のやつとかと出会えたっていうのはでかかったなって思うけど、それ以外で全然何も使わへん。なぜ盛況が盛況たるのかとか何も使わへん。横浜にも田舎あるんだぐらいしか。学業以外の学びで言ったらないかもな。ほんまにない。夢だった全国転勤のある仕事とは、一生そばにいたいと初めて思えた恋人。恋人。恋人。仕事。仕事。恋人。好き。はい、ロマンチスト。どう仕事の。俺はやっぱいろいろ経て家族が大事だなって気づいたから、この人がこのまま恋人と行ったとしても多分仕事頑張りたいなと思ったから。なるほど。全国転勤だから絶対別れるとも思わないじゃん。2、3年我慢した結果一生折れるかもしれんからとか思うと、今は仕事でいいんじゃ夢ならって思った。夢とか。そっか、夢か。夢だ。会社でしょ、だって。夢だった仕事か。俺全国転勤が夢なんかなと思ったんや。じゃあ夢やんな。でも仕事に会話聞くぞっていうのがあるよな。ああ、夢だったけど。だからこれが CA とかなんやったらそこしかないとかね。絶対 JAL に行きたいんだ私は。 JAL の CA になりたいんだって1個決めてる場合もあるやん。あるあるある。俺そういうのだと思った。俺もそっちやったら、そう、少しでも会話聞くなら別に今じゃなくていい。チャンスは絶対また来るとは思うけどね。そう、だから全国転勤をしたいだけやったらいくらでも仕事あるから、それを俺も持ってそっちにしてる。なかなか出会えないぜ。ちゃんと好きな人ってそれマジでなかなか出会えない。それはマジでそう。いや、人生で一人で行ったら奇跡だべ。いや、そう。あれ、あいつスイッチ入ったら。そうなんや。そう。いや、マジでそう。そう考えた時にそれを逃す手もないなっていう。なんかさ、俺の思いなんですけどさ、結局その時付き合った彼女が一生一緒にいたいって毎回思ってねって思ってて、ジョンはそう思える人なんだよ。どっちかとそうかもしれない。そうってなったら、そっちも海輝くんじゃないとか、若さとか。22とかじゃない多分。あ、俺もそう思ってまうね。30でじゃあこれ思ってたらどうよ。あ、ちょっと待った、30の夢。この子が若いか分からへん。実際そっか、人生で初めてが30で来てるかもしれない。そう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 よ。それでも俺は仕事やな。仕事と天秤かけて失敗してようやく人を愛せるのかなと思って。俺も夢やな。別に年関係ない。付き合う人はいつもそういうふうに思うんや。一生共にするかもなって。
まあだからそうやって思ってるから、まあそういうするかもなと思って付き合うんですよ。もしかしたらなのに浮気しちゃうんだ。最低な最低なぼやき最低なぼやきかも話し上げぼやきの最悪やほんまにそうやから最近これ触れてなかったなえぇ、ー、別に触れてそんなマイナスそれは事実ですからこいつずっと合成を追ってる理由だ異性受け or は自分受け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 好き見てくださいよ私をすべて物語ってるジョンがこの前に座ってることがすべて俺みんなに受け入れられることを恥だと思ってるからねそこまで思ってない俺そう思ってる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 そうそう搬入受け恥だと思ってる恥だと思ってるから就職で重視するのは人間関係おは給料給料人間関係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 スリー金の亡者金の亡者金の亡者金はでも後からでも稼げるくない人間関係なのか給料なのかで入るところを悩んでる時点で多分そんなに会社のことちゃんと見てないだろうなるほど深読みしてんのそう見てんねそこで天秤で会社を決めようとしてるんだったら人間関係なんてめっちゃ流動的なもんやしそうやなくじとして当たりもあれば外れもめっちゃ今会った数人でここ人間関係良さそうっていうよりはなるほどっていうのがありますそれめっちゃしっかり見てるなでも働いてたら多分別ですねああ働いて思ったけど人間関係大事だなと思ったな環境はほんまに学べるもんもやっぱ学べんくなるしな興味あるジャンルやなと思って行っても人間関係が悪いだけでマジで嫌いになるやんこれが大事前提だと思ってて給料が後の話だよって考えた時に入り口人間関係がないとそもそもその物事仕事も好きになれない考えると人間関係の優先かなって俺は思ったけど健康みたいな感じそう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 最低限そう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 そっから会社を選ぼうとしてたら僕はそっそうだけやし中にいて悩んでたとしたら絶対人間関係がそれはそう給料いいけど人がって思ってたら違うし100万円以上かけて鬼大橋を買うか買わないか買う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 好き買ってください俺は買おうそれは買うやろそこまで愛があるんでしょ100万でしょまずその発想に普通じゃならないじゃんなってる時点で絶対買った方がいいそれは相当好きやでまあな知らんもん鬼大橋そうそう多分鳥なんでしょ憧れててでも100万かことは完璧やこれはこの間さエミューと2人で田舎暮らしみたいな YouTube チャンネルがあって俺それ見てエミューが田舎でさ畑とかをさ耕してさエミューがその耕した隣からずっとそれ食うのこうやってバクバク取ったやつをね食うから畑仕事してんだけど一切実らず終わるめっちゃおもろいそれが何十万再生されてんのよそれでめっちゃ稼げてんの100万の会社で相当早いんだ確かに確かになんか人が絶対しえない体験を自分がしたいと思ってるんだったら絶対そこに投資して何か回収する術を見せたら絶対いいよ経験に投資するのは大事やからほんま確かにそうやっていくから稼げんだそういう考え方してください人のために生きる or は自分のために生きる自分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 好きなんか自分のために生きてる結果人のために生きてるっていう順番やと思っててそうやなマジそういつもそうやって言ってるね最初に人のためにだけでやってたら多分しんどいでって思うからうん年齢でじゃないですかあその年を取った自分のためにやりきったぞっていうところまで行ってから人に行くっていう、わかる、わかる、それはあるフェーズもある。そうなったら多分もう自己犠牲で全然やるんですよ。その年になったら。俺は今結構人のためにの方が比重高いんだけど、そっちの方が俺は好きやなとか安心したり満足するなと思ったからそっち行ってて、それきっかけ自分のためってこと。そう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 。だから自分のために人のためにやってるから、あんま自己犠牲とかいう発想でもない。なるほどな。自分のためにって感じになってから、そこまで行けたら別にね振り切ったらいいと思うんですけど、それになるまでは別に自分のためだけでいいと思うんやけど。ケイフが深いこと言ってんなテレサやじゃんテレサやなこいつマジでこれさチームとかが俺結構好きやけどさ俺頑張ったらさここみんなのためにもなるから結構好きなよなこのチャンネルでブワッて活躍したらソードラ活躍しても俺のためにもなるしだからなんか持ちつつも支え合ってるよねそうそうそう確かに確かにリーダーリーダーみたいないやリーダーあ、え俺なのえあ、そうなんやそうなんや何でやってきた生活ギリギリ
の大家族おはお金に余裕のある独身？大家族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 好き。そうなんだ。あ、そうだね。こんなんけど子供そんなにいっぱいじゃないって言ってませんでしょ。最近やっぱ変わりましたよ、この半年で。そうなの？どんの幸せを見て。いや、まあいろいろみんなの幸せを見てる。俺は孤独死はやっぱりしたくないな。変わったんやな。変わりました。すごい変わってきたな、お前。お前変わってきたな。そうなの。半年で多分。へえ。人になってきてる。お前ちょっとさ、人の心がねえみたいな感じになってたよ。なんか人間になってるよ。なるほどね。お前なんかか新婚旅行するなら日本は海外？海外。日本。日本。海外。海外。好き。俺案外さ、何回も思い出の場所行くの好き。国内とかさ、10年ぶりに行ってみるかとかもちょっとできるわけ。旅行で行ったあの場所に。そうそう。初デートした公園とか行きたなるからさ。大好きだけど親に反対されてる結婚おは、そんなに好きじゃないけど親が賛成してくれてる結婚。大好き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 。好き。当たり前。それはそうでしょ。運命に抗い。お、落とします？新作ではないですよ。下ろしました今。初の新作？公開ですか？公開ですないね。どんな公開ですか？公開したい。今から動くかなと思って。スポーツとかありました？なかった。なかった。ないタイプが。これからかもしれん。そうですよ。人生に抗い。運命な。運命な。めちゃめちゃファイル。父になるなら厳格でかっこいい？おは優しくて頼れる？優しくて頼れる。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 好き。お、え、そうなんや。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 お前、俺らもそうだ。どうやって見てるつもりだ。だってお父さんって優しくて頼れたらすっごい最高じゃないですか。なんかこう舐められたら嫌なの？え、子供に？子供なんか舐め倒せよ。そうなの。舐められる。嫁だって俺もうどうせ尻に敷かれてんねんから。その方が男なん。俺はな。だって頼れんねんから。なんか亭主関白みたいなやつと思ったの。厳格でかっこええな。だって側の話やん。ずっとあのこうやってる親父。人としてる。あんまり。夫婦になって寝室は一緒？おは別々？別々。別々。一緒。一緒。別々。好き。監督が別々はちょっと意外じゃない？確かに。いいですか。僕は寝室は一緒がいいとずっと思ったんです。ずっと思ってたんですけど、一緒に続けたら性欲わからなくなってきますね。経験したでしょ。あの同棲とか僕は結構したことがあるんで。僕もなくなりましたでしょ。だから俺はそれでそういうなくてもいいでしょってお互い慣れてるやったらいいと思うんですよ。子供とかがいて私一緒でいいでしょってなってみないといいと思うんですけど、結構女性悲しむ場合の方が多いじゃないですか、どっちかっていうと。だから夜の行為が継続するという意味では寝室別々の方が僕行為が多分進むと思うんですね。僕一緒で今寝てます。シャンプーとかボディソープを別々にするとか工夫はしますけどね。え、2人はなんで別々なの？メイクやん。あ、シンプルにね。ちょっと違っても。そうなんや。しかも生活のサイクルが違ったりするからさ。わかる。俺も夜遅く帰った時そうそうそう入ってるするからね。めちゃくちゃ意外な答えスッとしたな今。オスの会社でしたね今。箱田が出てきますね。行ってきますの中騒動と一緒に。でもその長続きするって意味でも確かに俺分けた方がいいなと思ってるだよ。俺もそれはそうかもしれんなと思うよ。ほんと一緒にいねんけどな。わざっちは激しくない伊藤いい。ああ、そっかそっかそっか。寝にくいよ、毎日は。別に一緒に寝てもくっつかんこと寝にくないくないっていう。俺もそっち。人の熱気がここにちょっとあるだけでも気になるやん。繊細やな。私普通に。なんか横にいた。それはさらにいいことや。やったら別に一緒だからいいけど。僕もだから毎日エッチしたら疲れますやん。でも勝てないじゃない。一緒に寝ててなくなったけど、それでも一緒に寝たいな、俺も。俺も一緒に寝るの。その気持ちあんねんけどさ、悲しまれんの嫌やねん、もう。なるほどね。結婚したらでしょ、しかも50になってまでそんなの一緒に寝てもいいんじゃあらへんぞとか、それこそ50とかだったら別々になってるぞとか思うから、最初になった時は一緒に寝てみたい。せっかくやろ。毎日やるな。同じ部屋で別ベッドはいいの？なんかてか強制的にもうそれぞれの時間になる時間は欲しい俺は。あ、じゃ完全に別部屋。別部屋の間だ。別部屋。俺もその方がいいわ。なるほど。悩んだろ、マンション隣がいいもん。部屋ごと全部？俺はそれもいい。いや、さっき言ってたもんな。あ、でも寝る時は一緒がいいんや。寝る時は一緒がいい。どっちかに行くんや。そうそう、スマフラ持っていくんや。じゃあピンポンで寝ようや。でも四国と、まああの食と睡眠は一緒にしたい。あ、でもご飯は一緒に食べたいな。そうやそうや、ご飯は一緒にしたい。早く行こうやとか言いたいもんな。そうだよね。30代で大切にするべきはお金貯めること？おは好きなことに使うこと？使う。使う。貯める。貯める。使う。好き。で、なんか必要なことが見えてったら貯めたらいいと思う。嫁がいて、これが結婚します、じゃあ200万かかります、
とりあえず結婚式だけでもじゃあ200万貯めますとか、そういう目的のある貯金はした方がいいと思う、うん、なんとなく将来のためにする貯金は別にいらんなと思って、うん、いくらでも巻き返せるから、よりはまだ30代でしょやったら経験をめっちゃ貯めた方がそれが金になると思うんで、それお金気にせず言ってたんやけど、結婚してから金やっぱ貯めておきたいなってのになって、だから100ゼロじゃなくて40、60で貯金を多くしといた方がいいかなっていう感じ。100ゼロではもちろん俺もないけど、そうやな、全部使うわさすがに。そうやな、うん、好きなことが何かっていう話でもあんねんな。そうだね、ただ飲み行きましょうとかだったら食べた方がいいよと思うし、好きなこといずれ金にもなりますもん。繋がってるやったら投資すべきやと。20代の時どういう過ごし方してるかにもよると思うんですけど、20代の時にいろいろ工程出して好きなことが定まってるんであれば、30代はちゃんとお金を使うところと貯めるところって分けた方がいいと思うんですけど、1年半の留学中待っていてくれた彼、おわ高校生が4年間付き合って忘れられない元カレ、彼元カレ、元カレ、わっ割れちゃったー。いやーまあないなー、だって結局忘れられてないんやろ。俺はよくある話ですか、幻想が勝ってる可能性あるよな。美化されてんな。そう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 、その昔の彼は付き合ったらなんか違うってなったらもうどうしようもないでっていうのがよく聞くから、結局その後悔するかしないかの話だと思ってて、気持ち的にはさ元彼に向いてるわけやん、これだって忘れられてないんやん。そうですね、やっぱちゃうかったわってなったら待ってくれて彼に行ったりしようかなって思うけど、結局さ思い出が好きなんよな、そいつじゃなくてさ。そう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 、そいつがほんまに好きっていうのは全然あるとは思うんですよね。うん、何年経っても。うんうんうん、俺で振られたわ。いろんな思い出のやつが出てきた。だからくな、忘れられない男と手が届いたけど違った男と、そんなやつ出てきた。スパンが短いなと思ったんですよね。4年の後の高校でしょ、留学がもし多分大学生だったら4年とかでしょ、うんうん、人生のやつそんな経ってないでしょ、うん、そこでのあなたの人間的成長どんなもんかっていう、うまくいかなかった時期が絶対あって、はい、ある程度人間的成長を繰り返した後にどうしよう忘れられないなら絶対行った方がいいと思う、うん、ただ大学の4年ごときで多分あなたがその人ともう一回うまくいくような成長してんのかっていう話を、うん、なるほど。まあ、けどそんなこと考えてると結婚しちゃったりするからね。おお、まあまあね、そうやね、説得力だね。いい男はマジすぐ結婚するしな。後悔だけすんな。本当やってますね。普通にトークしてるだけやで。本当ですか？ああ。確かに振り運命に抗え。ああ。公開された。公開された。やってくださいよ。これ俺よくやってる。取られるか。今のキャラの勢いと絶対持ってかれますよ。特許取らんと。やばい。めっちゃ気が合う友達が一人だけ、おわそこそこ気が合う友達がたくさんいる、一人だけ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 好き、おお一人かってなった。そう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 、けどまあどっちの方向性かってやったら一人の方向性深くっていうな。一人はほんまに少ないな。それか似すぎてなんかもう新しい視点。おお、めちゃくちゃ幽霊なんかさっきからバタバタ言ってましたね。だって今だ誰もおらへんで。そうっすね。え、うなみさんじゃない？来たのかな、もしかして。うなみさん？うわ、もう。え？監督ドッキリ？おい、本物来てるやん。これマジガチやん。おい、住んでるって。その空気やめようや。ちょっと動画撮ってくるわ。あ、ちょっと見ていい？え、泥棒とかってこと？なんやねー。あ、あれはね、いいや。なんで回してんすか。どれもいない、ジュノは寂しいなっていうね。大人になってさ、ズコーンと仲良くなった人がいる。遊ぶようになった。ジュノとかは、俺の宿場所メンバーとか。俺もこのメンバーはそう。まあそう。以外はありますか。今の時代だからと思うけど、結局 SNS がめちゃくちゃ当たり前にある時代じゃない。はいはい。だから自分らしさみたいなのを発信したら、らしい近い人物像のやつが集まってきやすい時代やなってすごい思うのね。コミュニティもあるしね。そうだから学生時代の何を持ってない頃の自分より、何か持った時の自分の方が本当に自分に近い人たちが集まるなっていうのをすごい思っていて、だから学生時代は純粋に気が合うなってやつと仲深めて、で年に1回バカ騒ぎで盛り上がるぐらいがちょうどいいってすごい俺は思うよね。その大学時代にバーって俺結構顔広かったけど、結局そいつだと別に今遊んでないから、気が合うさんやっぱ大事なのかなってすごい、まあまあ仲いいわ作れるなと思う。まあそこそこはな、めちゃくちゃ考えてる。めっちゃむずいっすね。どこで悩んでるの。そういや、だから人生を歩むって考えたら増やせないとかだからさ。あ、それはね。いや、だってそこそこ仲いい人からだって大親友作れますっていう話にもなっちゃうから。
ああ、じゃあダメって話か。そうだからどっちかかって思って考えてたら、そこの方がいいなって思った。増えないって考えたら、増えないならそうよ。ずっと一人なの。一人はさ、寂しいな。寂しい一人はね。あ、でもそこそこ友達作って彼女でいくか。ああ、無名で。うわ、お前そんな。なるほどな。もうこいつ男しかおらんわ言ったのに。いや、なんかそっち、そういう選択肢もあんのか。いいな。彼女でお前なんか遊ばへんやつはシャワやわって言ってたのに。あら、そうなんだ。お前な。いや、だから一人だけなんやったらさ、いいな。今日飲みかけんやってシャワって書いてるんだよ。それ変わるよ、ちゃんと愛される男になって。いや、すいません。ただ嬉しいやつ。オードリー。登録登録。はい。すごい深い回だったね、なんかね。なんか弾みましたね、会話がね。ついつい話しすぎましたね。テンポよくとか忘れて。こういう飲み会を一生してたいよな、俺は。俺らだっていつも二人でやってる時に、宿なしメンバーの2役ずっとやってた。世界監督ってこういう人間なんかな。いや、でもこうなんじゃん。こんにちは、マジで。これ3人分永遠にやってます。マジで結構メンバー話する。マジでずっとやってる。聞いたらええやん。そうそうやん。違うね、違う。想像で大丈夫。想像で割っちゃえたしかも。こっちも気持ち悪いよ。いや、なんか俺ら勝手に、俺らがっていう、まあ俺らが勝手に考えたことで、監督が例えばなんか違う発言した時とかに、やっぱりそう思ってなんかこういう発言言えないやっていうのは、もうダースで結局直す。当初はこう思ってたよなっていうのも俺らの中にはあるんだよ。先週のあれを鑑みると、実はジョンはこういうのが根っこなんじゃないかって。このことやってたんですよ。中華バンディーズがあって、これはお前らのモッチー先生この辺とか前あんねんから。気持ちいい、マッチーでございます。何がわかんねんよ。概要欄で貼っとくよ。コラボよろしくお願いします。コラボよろしくお願いします。コラボリーク最終日モッチー先生東のあっちです。全治監督ね。全治監督。まあこんな感じでね、あの恋愛以外のこういうテーマで僕らのことをちょっと知っていただけたらなと思ってやらせてもらったんですけど、ちなみにあのこういう宿歌詞ってどういうチームなんみたいなの結構質問いただくんで、再生リストに質問コーナー系のねリストも作らせてもらったので、ぜひそちらの方を覗いてみてください。はい、はい、ということで今回はどうした？どうした？こういうテーマ楽しいな。いや、僕らとしては本当に楽しいですよね。これ伸びてくれたら、もっとやり、もっと喋りたいな。そう、だから理想はこういう話をずっとしてる YouTuber になりたいんですよね、俺たちは。そうね。うん。多分、飲みの席とか言ったら、こういう話になるやん、男の子。なるす、なるす。だからこれ嬉しい。これ伸びてくれたら嬉しいけどな。だからまあ年末は50万いって、なんかまあそういうことヘイフラみたいに好きな喋りをしてたらいけるよみたいな。ああ、いい、嬉しい、それそんな憧れますけどね。憧れるな。全然白い粉とかまっさかないですもん。カーネルサンダーじゃんとか別にそんな言いたないですもん、俺たちも。みそぎね、動画みそぎストッキング買うとか。まあな、まあそんな感じなんで、ちょっとよかったら登録してほしいなと思います。今日も一日お疲れさん。